フローラー ITV はアメリカ合衆国で開発された軽汎用車両である。アメリカ海兵隊の ITV 計画に応じて開発されたもので従来の軽汎用車両よりも小型軽量となっている。アメリカ海兵隊は2003年よりドイツのメルセデス・ベンツ G クラス SUV を元にした i4V を配備してきた。しかし、この車両は 中型の CH-46C ナイトや、メガボルト -22B オスプレイでは空輸できず、大型の CH-53E スーパースタリオンを投入する必要があった。このことから、メガボルト -22B の機内に収容して、輸送できる新しい軽販用車両として、ITV を開発する計画が開始された。開発契約は2004年に締結された。開発は、 当初、前任者である M151 マットの設計をベースとして着手された。しかし、メガボルト -22B の貨物室に収容するという要求は極めて厳格なものであり、間もなく全面的に改め設計されることとなった。配備は2008年9月より開始され、まず各大体25両が配備された。2011年8月15日までに、 M1161X209 両、M1163X102 両が調達されている。最終的には694両が調達される予定である。フローラーには下記の2種がある。アンドリュー・ティルマン、コープスセット2ビギンフィールディング ITV ディスサマー、2011年8月25日閲覧。ありがとうございます。